さあ、本日はものづくり匠の技の祭典2017にご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまよりこちらのステージにて東京都椅子張り技能士会によります椅子張りアートを実施いたします。椅子を張るあらゆる工法を駆使して平面絵画を立体アートで表現する今までとは違う世界をぜひご覧いただきたいと思います。空いているお席もございますのでね、ぜひ皆様おかけになってごゆっくりとご覧ください。それでは東京都椅子張り技能士会の皆様よろしくお願いいたします。そこ挨拶なんだ。いいですか。皆さんこんにちは。本日はお暑い中、ものづくり匠の技祭典2017にようこそご来場いただきありがとうございます。私たちは東京都椅子張り技能士会です。東京関東近郊で椅子やソファを製造張り替え販売をさせていただいている技能士です。よろしくお願いします。本日はソファや椅子を作る技能を駆使して絵画を完成いたします。音楽とともにお楽しみください。それでは椅子張り技能士による椅子張りアートです。今回は椅子張りを皆様に分かりやすく知っていただくために、椅子とかソファーとか、椅子の、作る工程を、こちらの、平面絵画にさせて立体化させて、皆さんにご覧いただこうと思っております。椅子は、このベースの木枠、こう椅子はだいたいベースの木枠やウレタンでできてます。でこのパネルもベースは木枠です。まあ、簡単に言うとダイニングチェアの座面の張る工程です。今一番右のパネルでこの、斜めこのラインをきれいに見せるっていうのは、職人の技術にもよるんですが、木工チームの、精密な図面の描き方とか作り方、あと裁断や縫製でこのラインがきれいに出るか汚く出るかっていうのがここら辺で決まっています。もちろんこの会場にいるメンバーだけではこの
立体アートっていうのは絶対きれいにいきません。この前の下作りという段階が各工場でやってきております。この木工を作っているのが立花製作所の木工チームです。その方たちが図面を描き、精密に、きれいにこのラインが出るように、木工を作っております。そして、この布も伸びたり縮んだり斜めに伸びたり逆に伸びなかったりっていうキレをいろんなキレを使っていますので、これをこういった洋服の立体裁断みたいにしてシワを消すように、でその立体裁断縫製すべてやっているのが有限会社鈴工装備一級技能士鈴木宗彦さんですによってこの立体裁断っていうのが完成されております。で私たち通常、工場でこうやって椅子を張ってるんですが、皆様にもこのタッカーって音なんですが、これも、味わっていただきたく思っております。そして、これを演出するために音楽は、DJ アーチが音楽を作っています。なので皆さん絵画と私たちが奏でる道具の音あと音楽と融合してやらさせていただきますので、どうぞ、約30分ですがどうぞお付き合いください。よろしくお願いします。ここで梁の架橋に入る前に、私たちの技能士を紹介させてください。一番奥、皆さんから見て右手ですね、右手で張ってる、全技連マイスター有限会社東井上浩二、同じく全技連マイスター株式会社コーディネートバックマユー大林健吾、一級技能士有限会社オーツーファニチャー麻布義弘、今ちょうど先ほどの大林が張っているところが椅子のパイピングといって、こういうラインですね、こういうラインをちょうどきれいに見せるようにパイピングがこう曲がらないように張っております。で真ん中のパネル、全理研マイスター有限会社東加工所井上陽一、同じく全理研マイスター有限会社狭山製作所狭山明人、同じく全理研マイスター東京マイスター有限会社立花製作所小林重幸、お気づきの方もいらっしゃると思いますが、一番右のパネル、真ん中のパネル、これは、エアコンプレッサーという空気を作って、空気の力で、釘を打っていくという工法でやっております。でこちらの真ん中のパネルは、まあ、電気のない頃昔の、工法で、今口の中に、釘を入れて、電気を使わずに磁石のハンマーで一本一本打っております。これも打つ場所によって五分釘、三分釘、一分釘といって、それは職人の勘と経験で分けて皆さん打っております。
全理研マイスター、東京マイスター、有限会社鈴光装備鈴木和彦。現代の名工卓越株式会社 ISU ハウス上柳、上柳正信。東京マイスター株式会社ミネルヴァ、宮本茂。そして今ソファーのよく皆さんもよく分かっているように、こちらに椅子鋲といって椅子の鋲があります。でその椅子の鋲を、文字にして、今真ん中の、全理研マイスター、東京マイスター、株式会社種沢製作所、種沢邦勝。ちょっといいですか。こういった小さい椅子鋲というのを、普通はこの椅子のヘリに使うんですが、これを私たちは文字にして、今、種沢製作所の種沢邦勝が、文字にして最後に皆さんに、お見せしたいと思います。私たちのブースはちょうど向こうの端、住空間の9番で、椅子の座り心地体験やいろいろの素材、現代の最新の工法や昔ながらの工法も見られるようなブースになっております。そして椅子張り体験もできますので、ぜひ私たちのブースにお立ち寄りいただけると嬉しく思います。そして、今回、この司会進行、説明をさせていただいてます、一級技能士の秋尾コーポレーションの藤本秋尾です。どうぞよろしくお願いします。なんかそろそろ何ができるか皆さんちょっと分かってきたような感じなんですけど、出来上がるまで口に出さないでおいてください。
今この段階では、椅子が張り上がった状態で、椅子っていうのは、張るだけではなくて、それをこのソファーの肘のように張り上がった、それを組んで最後仕上げて整えるっていう作業があります。でこれから、最終段階の、組み立て仕上げになります。
りあえず雪まで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 東京、東京都椅子張り技能士会でした。ありがとうございました。ありがとうございました。東京都椅子張り技能士会会長の小林茂之より皆様にお礼のご挨拶があります。
東京五ツ張り技能士会の小林です。皆様本日はありがとうございました。私たち五ツ張り技能士会が五ツ張り技能を駆使して表現した葛飾北斎富国36景のうちの1枚外風改正です。外風改正です。お楽しみいただけましたでしょうか。どうもありがとうございます。私たちのブース10の9ではクラシックチェアの修復実演や正座するときに座る正座椅子の椅子張り体験、また子ども用に分解できる組み立て椅子の椅子張り体験、そしてソファーの座り心地をお楽しみいただけるコーナーも設けて皆さんもお待ちしておりますので、どうぞブースの方にも遊びに来ていただけると思います。そして今こちらで作りました作品の方もこれからブースの方に運び展示させていただきたいと思いますので、この椅子張りアート本日はご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。椅子張りの概念を覆す全く新しい匠の技の世界、お楽しみいただけたことと思います。東京都椅子張り技能士会のブースは10ゾーンにございます。アンティークな椅子の張り加工の実演、小椅子の座面張り体験、および材料工程の展示などを行っております。先ほどもご紹介ありましたけれども、こちらの作品もブースに展示いただけるということですので、ぜひ皆様足をお運びになってください。改めまして東京都椅子張り技能士会の皆様、本日は誠にありがとうございました。どうぞ大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。